いきます。じゃじゃーん、はい、もうそう、え、赤いの見える。さあ、うわっ、きた。さあ、2段目はこちらです。中華じゃない、え、中華です。中華、はい、中華、びっくり。2段目は超巨大がっつりこってり中華。おせちになんとお腹にたまる中華を取り入れた村田の秘策。知り合いの中華の達人に依頼し2品を作り上げた。まずは車エビと伊勢エビの超巨大エビチリ。使う巨大車エビは 1.5キロ。市販で出回ってる中では多分一番大きいんじゃないかと、まあ、長さ的には25センチから30センチ近くある。こちらもさらに、まあ、伊勢エビなんですけど、伊勢志摩産高級伊勢エビ、1尾で1万円の高級エビをなんと3尾も。衣をつけ豪快に揚げたら、店主こだわりの特製チリソースで味付け。濃厚なタレをしっかり絡めたら、伊勢エビと車エビを贅沢に使ったピリ辛エビチリの完成。通常のサイズと比べてもとにかくでかい。さらにもう一品、超トロットロの豚の角煮。重さ4キロの豚バラ肉、これを大ぶりにカット。あとは秘伝の甘いタレに漬け込み、一晩かけじっくり煮込み続ければ、濃厚な甘だれと絡み合う豚のトロットロの角煮の完成。大食い軍団の胃袋にストップをかける。エビチリです。エビチリ、車、巨大な車エビのエビチリと伊勢エビのエビチリ。いやーすごい。でこちらが豚角です。あ、角煮なんですね、はい、ここも作戦はあるんですか、誰がどれ行くとか。そうです、エビ得意な人。はい、エビ大好き。大好き。角煮得意な人。はい、も好きです、はい、好きだけど。じゃあさくらちゃんは、はい、あの好きな感じで取って、あと俺ら回収する感じでしょ、はい、あ、混ぜて取って、うん、はい、しよう。なるほど、なるほど。これは取り分けていくってことですね、はい、そっち側が、車エビ。車エビ、はい、車エビ大きい。すごい巨大です。でかいんだよ。いけると思ったら、これは1回目の量でガッていって、ここ行ってこいって言うのめんどくさいから時間かかるから。見た感じで結構量ある。いや、全然、結構これスピードアップモードかなっていう。これを全然って言っちゃうんだもんな。おお、いやいや、めちゃくちゃでけえじゃねえか。こっちで見えなかったけど、どこが全然なんだよ。沢田さん、どうですか、見た感じ。いやー、美味しそうですね。いけそうですか、全然。そうですね、はい。これ食べていいんでしたっけ。あ、もう行っちゃってください。もういいんか。全然お腹膨れてないの。うん、あ、多分ね、伊勢海老の方が殻がついてる。あ、殻ついてる、伊勢海老の方が。大丈夫です、こっちが伊勢海老。そうだ、今、めちゃくちゃ言うの忘れてましたね。ガッチャンだよ、大事なこと言う。どうですか、美味しいですか。味付けも、あ、最初甘いと思ったんですけど、後から結構ピリピリ、後から来ます。でも、すっごい美味しい。すっごい美味しい。母ちゃん、エビと肉どっちが得意。どっちかっていうと。うん、どうですかね。エビですかね。オッケー。じゃあ俺確認いっちゃうわ。おー、すごい。男気、かっこいい。いや、ちょっとここはガッていかないと。いやー、すげえ。いや、もう3つ目何があるか。あと、ちょっとかっこつけの方ですけど、実は僕ちょっと辛いの苦手で。なるほど。じゃあ逆に良かったんですね、はい、これ、プルプルは取りますか。いや、大丈夫ですか。はい、でっか。川崎さん、どうですか、お味は。めっちゃくちゃ美味しいですね、エビチリ。めっちゃ美味しいんだよな。え、まだ残ってるんですか。あ、残ってます。うわ、これめっちゃ美味しい。
これ飲み物じゃないですか。違います。カレーで言うやつですね。そんな固形物では言わないです。え、どんな感じなんですか。トロットロってことですか。あの、こんだけ肉厚だと正直あの油じゃない部分って硬いのかって思うじゃないですか。びっくりするぐらい柔らかいです。本当に食感があの牛肉のあのシャトーブリアンぐらい本当に柔らかいです。あー、なるほどなるほど。びっくりするぐらい柔らかいです。へえ、ちょっと、わあ、すっげえなー。こんなのあります。シャトーブリアンもね、一番いいのに。なんでお前食ったことないの。同じギャラもらってんの。社長さん、社長さんかい。俺社長さんについてきたタイプだから。大っ嫌いなんだ、遅い芸人。俺絶対行かねえもんな。絶対行かない俺。うわぁ、すげぇ。うわぁ、なんか大食いの YouTube とかがこう流行る人気が分かるというか、もうお腹が空いてくれますね。なんかすっごい超うめぇ、マジで。もうペロッといけちゃいます。これほんと、超うまい。いや、ペロッといけちゃいますって聞いたんですよ。超うめぇじゃないです。ペロッと、ペロッと。いや、ちょっとマジですげぇな。うわ、すっげえこれ。やっぱさっきの甘いのに比べたら全然スーッと通るというか。そうですね。でもちょっと甘いです、やっぱり。あ、角煮がまだちょっと甘いです。確かに確かに。でも違う甘さなんでまだいきます。なるほどなるほど、はい、味が一緒だと辛いと。まあそうですね、うん、ちょっと待って、マジです。あのエビの大きさも面白いですよね。あ、そこのでかいですよね。初めて見かしてあんなにでけえ。数えるしね、やっぱ黙々と食べるんだよ。スピードめっちゃやっぱ甘いのは。これあのお肉って結構細かく切らないと塊のまま残ると、はい、あの胃の中をこうかなりなんか下手なテトリスしてるみたいな感じになるんですよ。はい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 。なんですけどこれ勝手にほぐれてくれるんでその手間がないのですごくいいです。これ助かります。胃袋異次元なんだろうな、でかすぎて。でもさっきよりマックスさんが喋ってるから多分余裕があるんだ。余裕がある。そう、いけるって踏んだんじゃない。いや、これ確かに見てたら腹減るな。もうお腹空いてきた。めちゃくちゃお腹空きますね。はい、胃がリフレッシュされてるんだ。なるほどね。スピードめっちゃ上がってますもんね。なんかすげえ上がってますよね、ここに来て。これ作戦としては、はい、2段目、ちょっと油っぽいものですよね。あ、エビチリとか角煮だとか、はい、ちょっとスピードダウン狙ってたんですけど、逆にマックス、鈴木、あ、マックス、大丈夫、名前言っちゃってます。マックス、すごいもう早くなってますよね。だから、それがちょっと裏目に出た感じですよね。裏目出ましたね。甘いものを先にやっちゃったから、はい、しょっぱいもので逆にこう、欲して欲してってなっちゃってるんですよね、はい。黙々と食べてますね。美味しいですよね。美味しいね。あ、もう嬉しいです。でも料理美味しい。川田さん、めちゃ美味しいですか、うん、美味しいですしか言ってない。この2つ。いや、確かに俺、あっちの立場だったら喋れないね、マジで。いや、マックスさんが本当にすごいわ。え、マックスさん、これって、はい、大食いに目覚めたきっかけって何なんですか。昔からやっぱ大食いだったってことですか。いえ、僕昔は全然普通の人だったんですけど、はい、あの僕ずっと大食い番組のファン で、ある時あの萌野あずきちゃんっていう大食いアイドルの子がいるんですけど、はいはいはい、その子が出てきて、その子がチャレンジメニューのお店行きましたみたいなブログを上げてたんですよ、はい、で、ちょっとミーハー心が働いて試しに行ってみたら、うん、案外簡単にクリアできて、あれと思って他のチャレンジメニューをバカバカ行くうちに気づいたらテレビ東京のあの元祖大食いを応募してたっていうのが経緯ですね。それで大食いになりました。だから全然自覚なかったです。あ、じゃあ気づいたら食える、はい、体だったんだっていう。はい、でその時の僕が初出場の時に決勝で戦ったのが彼なんですよ。あ、そうなんですか。彼が僕の同期なんですよ。なるほど。じゃあ結構付き合い的には長いんですか。めちゃめちゃ長いですね。2人で飯食い行ったりとかあるんですか。ありますあります、はい、それはやっぱその何ですか、量というかとんでもない量食うんですか。食べ放題のとことかなんですか。あ、結構、はい、母ちゃんしてたりするんで連れてってもらったりしてます。あ、気づいたら大食いだったんです。すごいですね。
僕が東京代表で彼が大阪代表で西と東で頭もいいんすか。東京代表、あ、とにかくじゃん東京大学って聞こえたんだ俺もそう聞こえた一瞬頭も良かった俺もうやめる芸人やめるわ気づいたら大食いだったってすごいですよね。さくらさんはどうなんですか昔からですか。はい、もう昔からよく食べる子だねっていう、うん、一時も太ったことはないですか。うん、やば結構すぐ増えるので調整するのが大変というか食べない日を作らないともうあっという間に太っちゃう。あ、なるほど、うん、だから食べない日も作ってる、うん、知り合いに大食いがいるとか言ってたけど日じゃないな日じゃないな、うん、これは多少はエビで顎使うでしょ。ちょっと俺らがちょっと引っ張ろうか。みんなも残ってるあと少しだ。あ、でも少しだね、作った、ねね、人としてもやっぱり、うん、ごちそうさまでしたが一番ですもんね。あ、マックスさん早い、すげえ早い、やっぱすごいわ。え、だから正直さ、マックスさんの食ってる姿俺見たことなかった、うん、3連敗って聞いててそんななんだろうなって思ってた、うん、そんなことないわ、めちゃくちゃすごいわ。うわー、もういった1プレートいったわ、もういきましたね、すごい、うーわこれすごいな、すごすぎる。で、まだあるんで、まだあるから。でももうマックスさんと川添さんで多分食べきれるんじゃないかな。変えてもいいですか。マックスさん辛いの、そうですね。でもちょっとここは気合い入れて。あとどんな感じですか、エビチリがどんくらい残ってて、特にがどんくらい残ってて。一応伊勢エビの方はこれで終わりで、あとこっちの特大の方が3尾。3尾ガーマルチョバみたいになってる。行っちゃうか。行っちゃいます。ちょっとマッハで食います。ちょっと、え、マッハってことは2段目終了。うわー、すっげえ。食べ方ハンバーガーですよ。うわ。ちょっとこれすごい、ね、もう4連敗はできないという本気がちょっと見えますね、これは。なんじゃこりゃ。エビをこんなに食べるかね。食べるんだよ。この人たちは。エビってね。いや本当に俺エビフライ2本でも食べていいぐらいですよ。エビ。え、村田さんがやられてるお店で、すげえ大食いの人とか来たことあるんですか。あるんですけど、撮影で。ああ、なるほどなるほどなるほど。その人も結構。そうですね。すっげえ。マックスさん早いな。ちょっと辛さが多分今ね、多分来てるかなっていう感じかなと。で、さっきの車エビあと3つですって言ってた、多分もう3本目。え?2本行きましたか。うまそうですよね。だからお腹空くんだよな。おお。なんか三者三様で面白いね。また。うん、これは行くか。これさくらさんがもう終わるな。川添さんがもうあと少しだ。水補充。あ、さくらさん行ったか。おー、すごい2段目完食、さくらさん。あ、川崎さん終わりますね。うわ、ま
待って、マックさんももう終わっちゃうんじゃ、え、終わった、 マックさん終わった、ソースだけちょっと、あ、すげえ、ちょっといろいろなんか話してたらもうすごいすごいすごい、川材油さん完食、マックさん、あ、あとソース、いや、え、マックさんも完食、あーすごい、わ、まだ45分、美味しかったですか、はい、今お腹どうですか、何分目ぐらいとか、いや、なんか1回目より逆にお腹空いてきた、なんだろう、刺激しちゃったから、そう、よくわかんない、よくわかんないこの人たちの言うことは、マックスさんどうですか、ちょっと辛いでギブです、あら、もう辛いのは無理、無理、もうこれは限界ですね、辛いのは、あ、お腹的にはどうですか、結構来てます、お、何分目ぐらいですか、7割ぐらい来てますね、うわ、結構来てる、でも両端、川材さんどうですか、いや、僕、まあ、僕もちょこっとちょこっとちょこっと来てます、はい、今何分目ぐらいですか、今、4割超えたぐらいですか、 いえ、ちょこっとじゃないです、4割か全然だった